いや金講師、ルシュバーだ。今日は東大実践の数学科1問解いてみよう。じゃあ、これね。えっ、ー、と、第3問。複、えー、素数 AZ が Z 絶対値1より2以下かつ、ARGZ はマイナス4倍以上4、4倍以下満たしていこうという、複素数 Y 個 Z イコール、Z プラス Z 分の1の表す点が、手を目が複素,素数平面上では動く領域の面積を求めている問題ね。えっ、ー、と、マルさん、マルさん Z、Z イコール、Z イコール。 R コ,コサインコサインシータプラスアイサインシータシータえーとあ R が 1, 1以上二以下シータシータがマイナス4倍4倍以上4倍以下以下,以下の時,時えーと Z, Z 分1以下 R 分の1コサ コサインシータ引くアイサインシータシータよりよりオメガオメガイコール R プラス R, R 分の1コサインシータプラス R ひくア,アル分の1サインアイアイだアイ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 アアイ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  アラワステンアールプラスアール分の1コ,コサインシータえー、と、カッコアール引くアール分の1サインサインシータサインシータはえーテンコ,コサインシータシータサインシータえーテンシ,シータマイナス四パイ

y、えー、方向に y 方向に r 引く r 分の1倍か1倍かえっ、ー、と r 引く r 分の1倍というのはえー、っと1の時は0 0 0以上で2の時は2分,2 2分の2分の 3, 3いく 2, 2の時は2 2のと2分の3以下倍したした,したものものであるものである,ある,あるえーとこれよってよって C 対ゼロ以上のときちょっとこ,このこの奇跡を具体的実際求めるのは難しいのでここそこまで要求され,されてないと見てちょっとそこまで書きませんよえーと <laughs> えーっとそうねえー、っとえー、っと,っと,っ、えー、っとル,ルートルート二でル,ルート二でえー、っとこ,ここまでですかえー、っとえー、っと二ルート二二ルート二分,分の五えー、っと 2ルート2分の2分の3ここが θ、えー、イコール4分の π4 分の π えっと x イコールルート2分の 1r プラス r 分の 1y イコールルート2分の 1r 引く r 分の1か1かとえっと えーとこ、ここ、ここが、ここが、えーと、あ、R、るイコール、R イコールに、えー、っと、かっこ、X、X イコール、X イコール2、2分の5コサコサ、コサイン、コサイン、シータ、シータは y、Y、ワイコール、2分の3、サイン、シータかな。シータかな、えー、っと、 ここが2分の5えー、っとえー、っとオメ,オメガオメガこういう斜線部を動くウェイズのウェイズの斜線,線,線部を動く ここを,ここを S1 としてここを S2 とすると車線部を動く動く動くえーっとえーっと S1S2 について S1S2 について S, S, いて S, S, いて S えー、っと s1 s s1 s イコールえっ、ー、と 2, 2, 分2分のルート2とか2ルート2分の5ここまで yy dx イコールえっ、ー、と rr が,が1から r が r が r が 1, 1から1から2ま,2までの y、y で r 分,分の dx d, d r イコール 1, 1から2までの1から2までルートルート2分の 1r 引くは r 分の1か,かけることのいこ,こいつを r で利分するんだからかけるルート2分の11 R 分の1を微分すると R、R、R 二乗分の1から DR、こうなるか、えー、っと、こういう、こ,こうだから、えー、っと、えー、っと、R、あるか1ひ× 1ひく、R 分の1二乗イコール、えー、っと、えー、っと、えー、っと、えーっと R 引く R 引くえっと RR 分の2プラスえっと RR 三乗分の1かこうですねえっと11か2までのカッコ R 引く RR 分の2プラスあ RR3R 三乗分の1で DR で R こうなるね。こうなる。イコール2分。2分の1。2分の1。2分の r。r 事情を引く。2ログ。二ログ r 引く。引く。えっと。r 分の1かな。1、2。1、2か。えっ、ー、と。 だな確かにそうだなえっ、ー、とイコール二分の一二分二分の一二分二分の三引く二ログ二ログ二えっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、とプ,ラプラスいうこと二分の一引く一引く四分四分の一カッコといたら八分の三かな八分の三ですか 8分の3か ?2 分の1か1引く4分の1だから、4分の3、8分の3だな。イコール。イコール、8分の。8、八八分の12プラス8、8。8分の8分の3、8分の15だから。15だから、えっと、16分 16分の15引くログ2か。16分の15引くログ2であり、S2 に関してはえっと S、S に、S に、S にイコールえー、えっと、2L と2分の5、五から、5から2分の、二分の5の、Y、Y で、DX イコール、えっと、 2, ルート2分の2ルート5というのは C。C 対5。C 対四 4, 4 π か 4π か0までの y。y dθ dx dθ だから、イコール。イコール、えっ、ー、と、2分の 3sinθ。えっ、ー、と、2分の 3sinθ。えっ、ー、と、 やっぱマイナスはじいてマ、マイナス弾いて0と,と 4π 交換して、かける2分,2分,2分の5マイ、マイナス1倍するから、これ逆にします、ね。かける dθ イコール、えっと、イコール、えっ、ー、と,ーえーと4、4分の,4分の15、0か 4, 4分の π、えー、サイン、サイン、事デ θ シ dθ dθ イコールえっ、ー、と 8, 8分の150か 4, 4分0か4分の4分のパイえっ、ーと,えー、と1一引くコサイン 2θ かな 8, 8分の15だよな8分の158分の158分の 15dθ 15イコール 8, 8分 8, 8, 分8分の15、えーとシ、シータ引く2分,2分の一サイン、サイン2シータ、えー、0, 0か4分の4分のパイ、イコール、えー、32、えー、32分の15パ,15パイ、32分の15パイ引く、<laughs> 1 5イ引く、えー、っと、これが1になるから、えっと、16分の15か、えっと、16分の15。より、より、S1 プラス、S1 プラス S2 イコール、えっと、32分の1 5イ引く、1 5イ引く、五パイ引く、ログ2か、ログ2、えっと、ログ二えっと、ログ 対,し対,し対称性対称性対称性により答え答えはこの2倍対称性にこの2倍で2倍で2倍でえーと 16, 16分の 15π15π 引く2ログ2か出た 十六分の十六パイク、十六、えー、分の十五パイク、二十五二十分の十五パイク、二十五分の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 分の十五分の十五分の十五分分の やっぱこれこれオッケーだ、これオッケーえっと、やっぱ奇跡奇跡に関してはこういう形になるんですよ。えー、っと、こちら側が、えー、っと、こちら側が、えこちら側がこういう媒介表示されるもので、こちらこうで、こうで、えー、っと、こちら側に関しては、だ楕円の一部ね、こいつ、こいつね、はい、こいつ、はい。えー、っと、S1、S1 ってのは、S1 では十六分の15筆ログ2、はい、ケ、OK、ーはい。 S2 って、S2 ってやっぱこういう計算してるね、やっぱね。えー、っと、32分の 15π 引く16分の15。はい、<laughs> えーっと、OK。はい。だから S1 引く、S1 プラス2が32分の 15π 引く62。あ、はい、ケ、OK えーえっと、どうや,どうやら私の,私の回答 OK みたいですね。ちょっとこ、ここまで、ここの形が正確にこうなるかまで論じると,ちょっとむ、ちょっと長くなっちゃうん、ね、で省略したけど。 ま、計算することは重要だからね。あの、こういう問題でさ、あのさ、あの、余計、余計なこと書いてもあ、あんまり点数来ないから、これ、例えばこれ、厳密にこれ、この奇跡になると論じるのはちょっと難しいんだけど、そこまでやると結構めんどくさいから、そこは省いてあるけ。点数が来ないと思うから、多分ね。いかがだったかな解けました。よし OK、OK! じゃあまたね、バイバイ。